はい、よろしくお願いします。稲田でございます。というわけで皆さん、リターン悩み多いと思うんですよ。相手のボールが速い時にこうコンパクトにどうやったら間に合うかなとか、また相手のボールが緩かったらどうやって前に入って攻めていったらいいかなみたいなところね、あると思うんですね。今日はそのスイングの作り方ですね、タイミングの取り方というか、その辺を動画にしましたので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではこういう感じで、元関西大手テニススクールでジュニア育成部門のヘッドコーチをやってた私が、全国トップレベルのジュニアから老若男女の一般のテニスプレイヤーの方までたくさん指導させていただいた経験を生かして、あ、これちょっと明日もやってみようかなと、リターンちょっと芝居てみようかなと思ってもらえるような動画作りを目指しますので、気に入っていただいた方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではリターンです、いってみましょう、どうぞ。はい、では今日はリターンですね、コンパクトなリターンご紹介したいと思います。やっぱり年々サーブっていうのは速くなってきてますし、それに対応していかなきゃいけない。それからサーブのスピードはそんなに速くなくても、じゃあ今度攻撃したければ自分はこう前めのポジションでリターンをすると相手にプレッシャーかかってきますから、その時はどちらにしろね、コンパクトな形のリターンっていうのは必要になってきますので、今日は速いサーブ、それから自分が前で打つ時用にコンパクトな腕の使い方、リターンご紹介したいと思います。でまず気をつけるのは、これも基本ですけども、腕でこうやって後ろに引かないということです。腕で引いたものは腕で出してこなきゃいけないので、これに体の回転が加わるとものすごくインパクトまで出てくる時間がかかるので、ここをできるだけコンパクトに、はい、持っていってあげるために、スプリットステップの後は必ずこの手ですね、手はイメージとしては自分が今持ってるスプリットステップの着地地点よりこういう感じでさらに前に位置させる、こういうイメージを持ってください。こういうイメージですね。こうではなくて前に持っていくイメージです。はい、ただ前に持っていくだけだとこういう感じで体が泳いでいるような感じになると思いますので、同時にボレーと同じイメージで軸足を前に入れていきます。はい、ここのところまでまずはしっかりと作るイメージを持ちましょう。はい、これはバックハンドも同じで、両手の方はしっかりこういう形で前にセットしますし、片手の方は両手の方よりは少し後ろに引かないと力が入らないかもしれないですけど、まあ、大きくは引きすぎないようにスプリットの後こういう感じで待ってたところよりも前にセットすると。でこの時にこのリストの部分ですね、すごく気をつけとかなきゃいけないんですけど、必ずキュッとちょっと締めておくところですね。これはグリップの厚さによってちょっと変わってきますけど、こう待ってるところからちょっとこうキュッと上にこちら方向に締めておく動きですね。これはそのままインパクトの時のキュッというここにかかる圧をそのままここで作るイメージでいってます。ここでキュッとまず固めておいたものをこう出していくイメージを持つと、インパクトで力が入りにくい方は力が入ってくると思います。もうインパクトで力を入れることに慣れている方は、ね、リラックスして何も考えずにスッとこう出していってもいいと思いますけど、もしインパクトでぶつける感覚がぶれやすい方は、スプリットステップの着地の時、もしくはこの部分ですね、この動き出しの時にキュッと軽く締めておくといいと思います。はい、でそこからこう前にセットしたものを実際にここから打っていく時の注意ですけど、フォアのリターンであればこういう感じで構えた時にまだ後ろへのこのしなりですよね、ここのところは作れていないと思います。スプリットステップこうターンした時にはこのしなりが作れていないので、これを打ちに行く前にこうしなりをこう作っていくんですけど、そのしなりを作るイメージとして、まず出したラケットですね、横から見るとグリップよりもラケットヘッドの方がまだ先にある形です。はい、これを後ろにこう倒していくんですけど、この時にはもう打球動作の右足の蹴りっていうのが始まってるイメージを持てるといいと思います。はい、スプリットステップ、この状態ですね。ここから一回落として振るだけの時間っていうのはないので、この状態を作ってこうボールに対して迎えに行く、入っていくイメージですね。ここのところの時間の使い方っていうのができると、速いボールに対しても対応できるし、自分が前に入った時もしっかりと振り遅れずにボールに対してリターンをしていけると思います。ちょっとやってみますね。待って後ろにこう引くような感じになってしまうと、これぐらいしか前に入れないんですけど、はい、今みたいな感じでラケットを置いといて、自分がもうステップインをしながらラケットを後ろにしならせる動作を作っていくというところ、置いといて置く
後ろにしならすっていうところですね。ここのタイミングができると言ってます。はい、これ比べてみると分かると思います。右側の方が明らかにですね、もう前に入りながらラケットのしなりの部分を作っているのが分かると思います。逆に言うと今のタイミングが作れるようになってくると、ある程度こういう感じで引いてもボールをしっかり捉えられるようになると思います。はい、自分がステップインをしながら後ろにしならせる動きですね。おそらくリターン得意な人を見るとみんなこういう動きをとってると思います。で、普段のストロークっていうのはここからラケットを下げる動作の時にはまだ体重移動がそれほど大きく行われていない感じなんですけど、実際リターンの時っていうのはここからもうポンと預けに行く時にここでラケットヘッドを下げる動きですね。このしなりが生まれる部分を行っているというところです。ですから練習としては本当にこう斜め前にラケットを出してもう引いてない状態で体重移動しながらしなりを作って飛ばすと、最初は後ろに引かないでも前に置いておく、このグーの位置を前にこういう感じで出していく、この今ある位置よりも前ですね、こういう感じ。はい、手首を前に出すっていうところがちょっと分かりにくいので赤い点で示していますけど、はい、こういう感じですね。はい、こういうイメージになります。実際はこれ手首を前にというのをイメージしないともうかなり後ろに引かれてると思うんですけど、手首を前に出すイメージだと自分が前に行きながら打ったとしてもこういう感じで、もう本当に体の前でこの手首がくるんと回って前に出ていっているのが分かると思います。前にセットして体重移動しながらこういう感じでしならせてあげるといいと思います。バックも同じです。バックも同じで構えた位置よりも前に手を持っていく、体重移動しながらしならせて当てていくという感じです。前に置いておきます。前へ前へ、こういう感じです。はい、ああいう感じで前に行きながらしなりを作っていく、タイミングを覚えてしまえば今度はしっかり引き込んでもね、タイミング合わせられるようになります。はい、ああいう感じで打てるようになります。で、今の感じがあるとじゃあ今度前に前に入っていっても攻撃のねタイミングが合うようになりますので、今度ちょっと前に入ってね打ってみます。そのままこの辺りで打っていくんですけど、本当に体の前にラケットですね、このグーをセットするようなイメージ、それから体重移動を行いながら後ろにこうしならせるところですね、作っていきます。慣れてくると少しぐらい後ろにこうやって引いても入れるようになってきますけど、基本はここの使い方ですね。この使い方です。手は前にセットします。はい、で自分の体重を移動しながらここでヘッドとグリップエンドが入れ替わるようなこういう動きでシナリオを作っていくイメージね。こうやってこうシナリオを作るんじゃなくて前に置いとく、もうここでもボールが向かってきてますから、ここから自分が蹴り出す動作とシナリオの動作を同時に作っていきます。ポイントとしては最初からヘッドを後ろに持っていくようなイメージとしては、ヘッドは残しておいてグリップが一回追い越してまたヘッドが追い越していくと、とここで揺らぎというかボールに対してパワーを加えれる動きが入ってきてしっかりとパンチすることができます。前ですね。ああいう感じで立った位置よりは前に右手をセットしてそのまま前に捕まえに行く感覚ができると、あれがしっかりできると少し引き込んでも打てるようになります。はい、ああいう感じで、ね、引き込んでも打てるようになりますので、ぜひ試してみてください。はい、いかがだったでしょうか。こう手をね前に出して用意をするっていう表現ですね、このあたりすごく大事なイメージですので、特にこう引きすぎる方は気をつけてもらえるとリターンの能力すごく上がるのかなと思います。後ろにラケットを引いてラケットのシナリオを作る、
のではなくて、前に置くようなイメージからラケットのシナリオを作っていくと、この違いがすごくリターンの能力の差を分けます。手を後ろに引くとね、まあ、だいぶテニス慣れてる方はこうくるんとラケットが綺麗に回ると思うんですけど、シナリオの部分作れると思うんですけど、前に置いてしまうとなかなかこのシナリオの部分がうまく作れないと。やっぱどうしてもラケットダウンの時にこのリストで緩めるであるとか、腕全体をですねこう大きく使うといいんですけど、前でこうヒュッとヒュッと小さく緩めるっていうのは慣れておかないとなかなかできないので、ぜひトライしていただきたいなと思います。でその小さいですね、小さい動きのシナリオを作る動きを覚えたら、途中で動画の中にも言いましたけど、少しぐらい振りかぶってリターンをしてもバチンと合うようになります。このシナリオ早く作る、コンパクトにシナリオを作る技術があるので、少々振りかぶってもね間に合わすことができるようになりますので、まずは手を前に出すようなイメージですね。途中でこう赤い点をつけて説明しましたけど、前に出してもその場で回ってる、ぐらいです。やっぱそれぐらいこう体をねこうターンしていきますから、ラケットを持ってるこうグリップエンド、手の位置っていうのはこう体の横にねほっといても入ってきますので、そうならないようにできるだけ前で回すと、前でラケットをダウンまでやって打っていくと、そういうつもりでやるとリターン得意になりますし、どんどん前にもね入ってきますし、速いサーブが来てもしっかりと当てるだけじゃなくて、当て返しじゃなくてピュッとねこうラケットを回して打ち返せるようになりますので、ぜひ頑張ってトライしてみてください。Alone.